どうも、水木千尋です。さあ、今回はお風呂に入れてみたいと思います。で、アメリカ、ニューヨークとかはね、浴槽がないんですよ。シャワーだけみたいな感じ。こう浅い浴槽みたいなのあるんですけど、疲れないんですよね。だから子供と一緒にとかお風呂に入ったりとかできないんですよ。なんで、いつも我が家ではなんかこう、桶みたいなあるやろ、後で持ってくるけど、桶みたいなやつにお湯を溜めて子供を入れるみたいな、そんな感じでやってます。しかもキッチンで。で、浴槽がね、低いところでやるとさ、腰が痛くてさ、だけんこうキッチンやったら立ってできるけんね。はい、そんな感じでやってますんで、大体2日3日に1回ぐらいかな。なんで今日は俺一人なんですけど、娘をお風呂に入れてみたいと思います。お風呂入るよ。こんなやつ、こういうのね。はいはいはい、はい、こんな感じでフライでお湯を張っていきまーす。はい、お風呂よ。お風呂入るよ。お湯加減はいい感じに。はい、お湯たまりました。じゃあ早速服を脱がせたいと思います。よいしょ。お、ついた。よいしょ。よし、じゃあお風呂に入りましょうかねー。あ、忘れてた。よし、このタオルをなんかね、布を2枚用意して、よし、じゃーん。で、ここにお腹にかけますと、これでめっちゃ増えてきた。入れすぎた。入れすぎた。やばい。ちょっと減らします。やばい。うわ、やば。まあ、いっか。よし。こんな感じやね。こういうので。よいしょ。どうですか？気持ちいいですか？これすると落ち着くみたい。で、先に頭から動いてくれ。で、頭いくときにこの耳をね、ここね、こう親指で押さえて、いつも中指で押さえて、入らないようにしてかけてあげるといいみたいです。おー、よいしょー。でこっちのタオルで固く絞って顔周りを拭いてあげようかな。はい。よし。お利口さんやね。楽しいね。もういらんかな、このでかいの、青いの。一回外そうかな。先に頭。なんかね、赤ちゃん用のシャンプーがあって、しかも泡で出てくれるんですよ、これ。それを、そういうの使ってます。よし。贅沢やね、あんた。美容師に髪洗ってもらうなんて。よーし。ふい。おやすみー。ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。今入りそうやな。よし。はい。はい。はい。耳入らないように注意して。これ外そうかな、青いの。よいしょ。よいしょ。俺の服がびちゃびちゃだ。俺の服が。びしゃびしゃだ。はい。すみませんね、邪魔して。入浴の。よし。よし。で、次は。よいしょ。何。また泡つけて。首かな。気持ちいいぜ。手はすぐ拭かないと加えちゃうから、ついたらね。くそ、俺結構下手くそやな。よいしょ。あ、溶けちゃった。はい。手出して。はい。はい。脇もね。はい。はい。見てください。きれいにしてください。はい、次こっち行きますよ。よいしょ。やばい、もうびしょびしょ。足元びしょびしょ。服びしょびしょ。すごく暗くみたいですね。よし。おっ。おっ。よいしょ。難しいこれ。足ね、足もよいしょ。よいしょ。で股もね、あんたうんちばっかりするからお尻もね。よし、 OK。 そしたら背中いきたいんですけど、こんな感じかな。よし、ちょっと俺の手にもたれかかって、あ、いいねいいねいいね。うん、よしよし。もうだいぶね、首座ったけんちょっと楽かな、最初の頃に比べたら。いいよ、 OK、 OK じゃないですか。いいんじゃないですか。まあ頭は冷えるから、本当だったら先に固く絞ったタオルで拭いたがいいとか、なんか誰かが言ってた。よし、そしたらこの後ちょっとあったまって、うわやばいやばいやばい、めっちゃびしょびしょだ、ほんとやべえな。うわやばいやばいやばい、ちょっとあなた暴れるから。うわやばいやばいやばい。そしたら最後綺麗なお湯で流したいんで、ここにねあるんですよ、流せるんですよ、こうやって。よし、どうでしたかね、気持ちよかったですかね。流れないな。よいしょ。よし、流れてくれ。いい感じ。流れた。したら新しいお湯を入れて、おおいいね、入れて最後流して、ちょっと待って、おっよいしょ。英語全体を軽く流して、はい、終わり。こんな感じです。よし、もういっか、俺の服汚いし。そしたらここに準備してあったタオルに置いて、拭く、拭きます。うん、できた。はいはい来ます来ます。はいよいしょよいしょ。耳拭いて耳拭いて耳拭いてはいすっきりした。よしいいね。そしたらムツつけよっか。よしそしたらそのままムツをつけましょう。よしで、洋服着せようかな。すっきりしたね。すっきりしたね。よいしょ。はい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 本当だ。よし手貸して手貸して手貸して。よしはい完成完成です完成ですよ。よし完成だー。すげえくせっけくるくるパーマ。うんやばい、ここが水浸しになっちゃった。こぼれて、ここから俺もめっちゃ濡れまくった服が。まあこんなもんでしょう。はいということで、お風呂の入れ方、俺流のお風呂の入れ方でした。まあ結構俺下手な方かもしんない。めっちゃこぼしたし、まあしょうがないよね。そんなもんだよ。お風呂じゃねえしキッチンだし。普段は奥さんがちゃんと入れてくれてるから。なにーなにー、うん、風呂上がりのミルクか。まあ結構俺下手くそなんやと思うけど、こんなもんでしょうね。これからまたお風呂入れながら子供に、パパを育ててもらいたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。バイ。